はい、皆さんこんにちは、ピカです。シュタインズゲートゼロやっていくよ。レスキネン教授は大きな体を縮こませると、周囲の人たちにペコペコと頭を下げた。レスキネン先生、この青年とはどういったお知り合いかな？さっきレスキネン教授と話していた初老の医師が俺のことを懸念そうに見ていた。あ、その…どのように知り合いかを聞かれても特に師弟関係にあるわけでもないからな。なんと答えるべきなんだろう。見たところまだ学生のようだが、どこの大学かね。教授と同じ脳科学専攻だとすると。いえ、俺は。彼は9月からビクトゥ・コンドリア大学の学生ですよ。いずれ私の研究室に来てもらうつもりでいます。え、ほうほう、ビクトル・コンドリア大学かね。これは驚いた。レスキネン教授に目だけでどういうことかと訴えかけてみたが、いたずらげな笑みを返されるだけだった。この人は相変わらず子供っぽいところがあるな。日本人であそこへ行ける学生なんてめったにいない。大したものだ。どうも。ってことは真帆はすごいんだね。その後、初老の意思を見送って、俺はレスキネン教授に分かるようにしてため息をついた。あの、今の人は？この病院の院長だよ。院長？そんな偉い人相手に堂々と嘘をついたんですか？おや、私は嘘なんてついたかな？確かに9月から我が校の学生とはいたが、何も今年の9月からとは言ってないよ。それとも何かい？君は結局我が校に来る自信がないのかな？だったら少し残念だが。実に子供みたいなへりくつだ。しらじらしいな。ただ不思議と憎めない人ではある。でも驚きました。まさか教授がまた日本に来ているなんて。1月に成田で見送って以来だから、実に5ヶ月ぶりになる。真帆の姿を周囲に探してみたが、見当たらなかった。ウィンタールはどこか具合でも悪いのかい？治療でここに？ああ、いえ、違います。入院してる友人の見舞いで。ああ、そうか。それはよか。いや、その友人にとってはよくないか。申し訳ない。ああ、いえ。それで、教授こそ、日本の病院で何を？すると、レスキネン教授は、俺に顔を寄せ、周囲に気を使うような様子で声を潜めた。君も知っているだろう。例の新型脳炎の件だよ。アメリカ政府の依頼で精神生理学研究所が治療法を研究していたんだが、手詰まりらしくてね。私も調査に加わるよう大学から命じられたというわけさ。そうなんですか。レスキネン教授が新型脳炎を。思わぬタイミングでそのワードが出てきたな。俺はさっき話した入院している友達というのが新型脳炎の疑いをかけられていると教授に説明した。
もしかしてその友人というのは中瀬克美？え、ああ、クリスマスパーティーで会ってましたね。実は私が新型脳炎に興味を持ったのもあのパーティーがきっかけでね。君と克美が揃って倒れただろう。そういえばそうだったな。俺の方はその時に別の世界線に飛ばされていたんだが、克美には何日か前に再会したんだけどね、私にも何度か噛みついてきてよ。どうしてまた入院させられるんだ、私は元気なのにってね。そうでしたか。もう少し協力的になってくれると嬉しいと凛太郎からも伝えておいてくれないかい。ああ。実際のところキャツミだけでなく全ての患者に申し訳ないという気持ちはあるんだ。我々も日本の医師団も研究を進めてはいるんだけどね、どうにも解せない検査結果ばかりで困り果てているのさ。どんな時でも陽気なレスキネン教授の顔色が珍しく曇った。バイタリティの塊のような彼なので今まで気づかなかったが、そういう表情をすると顔にかなり疲れたようなシワが刻まれているのが見て取れた。言葉の通り相当のねぎらいを強いられているようだ。正直最初はどの医師もこれほど不可解な病気だとは思っていなかったらしいんだけどね。ん？どうしたんだ、凛太郎？その何か気になることでも？いえ、俺は医学生じゃないのでさっぱりです。ついリーディングシュタイナーについて口にしてしまうところだった。でも結局言えなかった。俺の素人意見がもしも間違っていたら新型脳炎の患者の人たちの命に関わるかもしれないんだ。おいそれと適当なことを話せるわけはないと教授は急にぬっと顔を寄せてきた。ところでその克美がなかなか興味深いことを言っていたんだよ。自分たちは病気じゃない、別の世界の出来事を夢で見る能力があるだけだとかなんとか。吹雪には黙っておいた方がいいと釘を刺しておいたんだが、我慢できなかったのか。これはまずい事態だ。下手をすると吹雪の正気を疑われてしまうかも。中瀬さんはそのとても想像力がたくましいというか SF とかアニメとか大好きですから、他の平行世界を感知できる力なんて多分趣味の影響で口にしただけじゃないかと思います。実は俺もそういうことを言っていた時期があるんですよ。必死に言い訳めいたフォローをしてみたが、レスキネン教授は真剣な顔で考え込んだままだ。だけどね、私も治療プロジェクトに参加して驚いたんだが、確かにこの病の特徴として多くの患者が夢を共有する不可思議な現象が起こっているんだ。集団幻覚に近いのかとも思って、
今調べているんだけどね。でもなんだろう、こんなことは初めてでね。脳科学的には今のところ解が導けない。正直非科学的という言葉が一番しっくりくるくらいだよ。それこそ平行世界とか前世の記憶とかね。そうですか。君も克巳からいろいろと話を聞いてくれると助かるよ。医者に言えないことでも友人になら話すだろうしね。はい、一応心がけておきます。さて凛太郎、それはそれとして確認だ。レスキネン教授は改まると俺の背後の方へと視線を向けた。クリスマスパーティーの時にも感じたんだけれど、君のガールフレンドたちはキュートなお嬢さんばかりだね。え？振り向くと、マユリとカエデ、そしてユキがソファーから立ち上がり、こちらを見守っている。レスキネン教授の視線に気づくと軽く手を振ってきた。やはりあの中に恋人がいたりするのかい？ユキ、カエデ、マユリ、ルカ、それともカツミがそうなのかな？な思いもかけないことを言われ絶句してしまった。よく真帆がいたずら好きな少年と揶揄する中年教授はまさに彼女の言う通りの顔になっていた。揶揄って難しいよね。難しい字だねこれ。いや別に無理に聞かせてくれとは言わないよ。君のプライベートを詮索する気はないからね。ただまあ可愛い教え子にちょっとした土産話をと思っただけさ。な、あ、俺が混乱していると、レスキネン教授はそのままキビスを返した。まあこれ振り返ったってことだろ。キビスっていう字、あのかかとっていう字で漢字で書いてあったのに、今回ひらがなですな。それじゃあリンタロ、私はもうちょっと院長と話をしないといけないから、これでできればユキたちにも一人一人把握していきたいところだったが、次回にとっておこう。彼女たちによろしく。あ、はい。大きな背中を見送っていると、ずっと遠巻きに見ていたマユリたちが近寄ってきた。今の人、レスキネン先生ですよね。どこかで見たことあると思った。アメリカに帰ったんじゃなかったでしたっけ？今レスキネン教授と話した内容は女性陣にはとてもじゃないが言えない。吹雪の検査が終わった後、病室でひとしきり彼女の愚痴を聞いてあげて、その日のお見舞いは終わった。吹雪自身はレスキネン教授が話していた通り、至って元気で今すぐにでも退院して走って家まで帰れると豪語していた。その様子にマユリたちはほっと安堵していたが、俺としてはいろいろと思い悩むところがあった。やはりレスキネン教授にリーディングシュタイナーのことを話した方がいいのだろうか。
ただ一体どうやって説明すればいいのか。一層のこと真帆に頼んで彼女からレスキネン教授に説明してもらうという手も、いうのも手かもしれない。すぐに答えは出なかった。楓やユキとは途中駅で別れた。池袋に着く前にふと思い出してスマホでウェブブラウザーを開いた。昼間に巻いておいた餌がどうなったのか確かめるべくアットチャンネルにつなぐ。思わず声が出そうになり慌てて口を手で押さえた。隣に立つ真由里が何事かと俺のスマホの画面を覗き込んでくる。見事に釣れたな。ねえ、本当に向きになるところ出まくってるな。どう書いてあるんだ。おいおい、あの実験をもとにして仮説を立てたのはフィッツジェラルドとローレンツだ。アインシュタイン自身は関係ないと言っている。その下見えねえ。ここまで完璧な一本釣りが成功するとは思わなかった。時刻はほんの30分ほど前のようだ。すぐにサリエリの隣人のハンドルネームでレスを返してやることにした。分かってないのはお前だ。アインシュタインは晩年の手紙に相対性理論構築に投稿してからスレを再び読み込みしてみると、再読みしてみるとか、相手からのレスはすぐについた。その間わずか21秒。そんなことは分かっとるわ。それはただ実験を知っていたという事実を述べたに過ぎないだろうが、ここまで全力で反論されると人格まで否定されたような気がしてムカムカしてくるな。まああえて間違ったことを書き込んだわけだから、向こうがムキになって論破しようとしてくるのは想定通りなんだが、この論破中名、相変わらずへりくつだけは得意だな。貴様はモーツァルトか。スレの住人たちはこの書き込みはさっぱり意味がわからないだろう。おそらくただ一人彼女を除いては。横で一連のやりとりを見ていた真由里が不思議そうに首を掲げた。知り合いなの？その栗ご飯とカメハメハさんって。まあな、多分古くから付き合いのあるやつだ。さて、俺が使ったサリエリの隣人というハンドルネームと今の書き込みに対して向こうはどう反応してくるのだろう。そう思っていたが、さっきのような即レスはなかった。電車が池袋駅に到着する。おかり、着いたよ。ホームに電車が滑り込み停車。ドアが開く前にもう一度だけ俺はレスを再読み込みした。そこに栗ご飯とカメハメハからのごくごく短い返信があった。間違いない。この栗ご飯とカメハメハはクリスだ。
鈴葉が椎名かがりと別れた日は1998年のひどく暑い日だった。近くの店で水や食料を調達して戻ってきた鈴葉はタイムマシンのハッチを開けた。すると中からかがりのヒステリックな声が響いてきた。マシンの中を覗き込んでみる。するとかがりがその小さな手でコンソールをバンバンと叩いていた。お前何をしてるんだ。鈴葉の顔を見てかがりは身を縮こまらせる。違うの。これはその答えろ。なんかかがりと萌香か、萌香包帯巻いてたのあのかがりが治療した場面が前回かなあったけど、その時のかがりはかなりなんかそういうすごい場面でも冷静で逆に残虐性のあるような感じがしたけどね、え人って本当変わっちゃうんだよな。なんかね、こんな可愛らしい女の子がねそういうのになっちゃったらかわあれだよな、本当心痛んじゃうよね。そうさせるのがまああれ環境なんだろうけどね。なんでなんで。目を覚ましたら鈴葉お姉ちゃんがいなくて、真っ暗で明かりもつかないし、狭くて怖くて苦しくて、だからかがりドアを開けたくて。それであちこちいじってるうちにこんなことに。そう言ってポロポロと涙を流し始める。ごめんなさい鈴葉お姉ちゃん、ごめんなさい。でも本当に怖かったんだ。だからそうだよな、こんなちっちゃい子だもんね。そうかねえ、実際俺にそんなことしたらブチ切れっかもしれんけどね、あんたに、ね、それはないと思うけど、さすがにね。鈴葉はかがりへの警戒を解いた。かがりは繊細孤児ゆえの PTSD を患っていたことがありでいいのか、それはまだ感知していないと聞いていた。そうね、入院してたよね、かがりね。暗所や赤章を、閉所を極端に怖がると、未来の真由里も話していたのを思い出す。狭いところ、暗いところ、まさにそのまんま、全部当てはまっちゃねえかね、これ。それならば、かがりがパニックを起こしても仕方ない。そうだよ。それにこのタイムマシンは鈴葉の生体認証でしか起動しない。かがり程度の腕の力でコンソールを乱暴に扱ったところで壊れることもないだろう。お前は時間移動のショックで気を失ってたんだよ。だから休ませておいたんだけど、悪かった。鈴葉はかがりの小さな手を引いて座席から立ち上がらせると、そのままマシンの外へ連れ出してやった。うわ、暑い。かがり、約束するんだ。どんなことがあっても操縦席のスイッチに触ったりするな。いいな。じゃあ私は仕事にかかるから、お前はその辺で休んでるんだ。飲み物と食べ物は適当に食べていい。
スズハは調達してきた食料をカガリに渡すと、自分はマシンの中に入り、操縦席の下にあるカーゴスペースに頭を突っ込んだ。そこに保管してある IBN5001 に2036年から持ってきた携帯端末を接続する。見た目は2000年代初頭の携帯電話だが、中身は2036年の小型量子コンピューター。もちろん未来の至るによって夜ハンドメイドである。 IBN5100 を起動させると、途端に携帯端末 PC の画面上にパラパラと数字が羅列され始めた。何をするの？マシンの外からカガリが覗き込んでくる。2000年問題は勉強したか？施設の学校でちょっとだけ。結局何にも起こらなかったんでしょ？表向きはね。公表されてないけど、実は当時あれのせいでいくつかの地域や国に深刻な問題が起きたんだ。そうなの？問題だったのはこの IBN5100 というコンピューターなんだよ。これには古いプログラム言語が搭載されてるんだけど、そのプログラムの問題点を技術者たちが修正できなかった。というより、そんな言語で書かれた重大なプログラムが存在すること自体全く知られてなかった。第三次世界大戦はタイムマシンの開発競争が発端なんだけど、もしかすると2000年問題で発生したある事象とそれに付随する対立こそがもっと深い原因である可能性がある。この話がわずか10歳のカガリに理解できるとは思えなかったが、だからといって丁寧に説明する気もスズハにはなかった。しかも西暦2000年というのは特殊な年でね、全ての世界線が一旦一つに収束してしまうらしいんだ。それに関連してこの問題があらゆる世界線の因果に重大な影響を引き起こすかもしれない。私たちが目指してる狭間の世界線、シュタインズゲートも例外じゃない。そこでスズハは IBN5100 につながれている携帯端末に目をやった。だからこれは2000年問題を起こさないようにするための修正プログラムなんだよ。今はその修正プログラムを IBN5100 用の言語に変換している最中だった。あとはそのプログラムをウイルスの形で全世界に拡散させれば、その時代のエンジニアたちが見落としてしまう2000年問題は完全に解消される。その時携帯端末のサブ画面にコネクトの文字が浮かび上がった。オッケー、繋がった。この時代の日本は未だ ADSL 回線すらテスト運用の段階で、一般ユーザーのネット環境といえば ISDN などを用いた低帯域のダイヤルアップ接続が主流だったと聞いている。が、秋葉原周辺をはじめ大都市ではすでに大学や研究所、あるいは PC 関連企業を中心に常時接続の光ブロードバンド回線が備えられつつあった。中には無線 LAN を使用している施設さえあった。スズハはその一つに侵入したのだ。2036年の技術をもってすれば20世紀のネットワークセキュリティなど
ザルみたいなものだと父は笑っていたが、確かにその通りだった。でも未来を変えちゃったら、カガリたちがいた未来の世界も全然変わっちゃうんじゃないの？意外にもカガリはさっきのスズハの話を大まかにではあるが理解したようだ。そういうことだ。もうあの世界は存在させない。私たちはシュタインズゲートを目指すためにここへ来たんだから。ふとカガリの顔に浮かんでいた不安げな表情が急に抜け落ちた。魂が抜かれたかのように目を見開いたまま無表情になる。声、神様の声聞こえる。カガリ？ダメだよ、よくないよ。ダメなんだよ、スズハお姉ちゃん。そんなことしちゃいけないんだ。おい。カガリの様子がおかしい。不審に思い、スズハはカガリの方へ手を伸ばした。だが、そのスズハの手をよけて、子供の動作とは思えないほど鋭く、肩から体当たりをしてきた。スズハは完全に気をつかれた。それほどの素早さだった。カガリの肩が水落ちに食い込む。スズハは身を降り、そのままマシンのシートに倒れ込んだ。カガリがスズハの手から携帯端末を強引にもぎ取っていく。 IBN5100 につながっていたケーブルがむつりと引き抜かれ、両機の画面にエラー表示が出た。お前何を。カガリはスズハの苦しげな問いかけには答えない。それどころかスズハが操縦席に置いたリュックをつかみ、中に入っているものをすべてぶちまけた。携帯用食料や細かなパーツ類、服などと一緒に自動拳銃がごとりと床に落ちる。スズハはぎくりとした。明らかにカガリはそれを拾い上げようとしたからだ。やめろ。痛みをこらえ、スズハはカガリの体に飛びついた。だが信じられないほどの力でカウンターの体当たりを食らい、押し戻されてしまった。これどうなっちゃったの。この場面見たぞ。あ、スズハが思い出していた場面なのか。これがそのスズハの眉間に冷たいものが突きつけられた。動いちゃダメ。自動拳銃を握るカガリの小さな手は全く震えていない。今の一瞬の間に安全装置まできっちり外されていた。どうなっちゃったんだ。こんなことできる女の子じゃないんだろう。訓練もされてないと思うし、なんか取り付いちゃったのか。それを見てカガリは癇癪を起こしたわけではないとスズハは悟った。銃の扱い方を教えたのはスズハ自身だ。だからカガリが冷静であるとはっきり分かった。正気か。今すぐ銃を下ろせ。こんな真似はやめろ。やめるのはお姉ちゃんの方だよ。何？世界を変えちゃいけないんだ。お姉ちゃんはおかしいこと言ってる。カガリの瞳には
春巡はなかった。そこにあるのはあくまでもひたむきな決意だけ。じゃあこのまま戦争が起きてもいいっていうのか。春巡か早巡かちょっと分かんないけど。そんなの分かんないよ。カガリは元の世界に戻りたいだけだもん。ならもう無理だ。私たちはタイムマシンですでに過去に干渉してる。世界線だってずれてしまってるはずだ。あそこに戻れる可能性は低く。うるさいうるさいうるさい。カガリはママを絶対に助けるんだ。この世界を消すなんてダメだよ。絶対にやらせないから。そこまで言うとカガリは銃口を IBN5100 に向け直した。やめろ。スズハが止める間もなくカガリは無造作に引き金を引いた。何度も何度も。やめてくれカガリ、やめろ。そしてカガリはタイムマシンを飛び降り、スズハの元には二度と戻ってこなかった。カガリのことを思い出さない夜は一度もなかった。この時代に来てからもしばらくはカガリのことを探していたが、結局手がかりは見つからなかった。だが今はおそらく22歳に成長した椎名カガリは確実にこの秋葉原にいる。スズハはそれを確信していた。おう、マホタン、オスオス。まあ22歳といえば、イタルたちよりも年上なんだよね。マホが21かだったかな、違ったかな。スズハの横で PC に向かっていたイタルがモニターに向かって声をかけた。モニターに表示されたビデオチャット画面、そこにみずほらしい姿の少女、もとい立派な成人女性が現れたのだ。みすぼらしい姿の少女か。おい、魔法じゃないか。おはよう。どうなったの、このあの土偶みたいになっちゃってるけど。この秋葉原未来ガジェット研究所の時計は午後8時30分を指していた。なんだこれは。一方でデイライトセービングタイム、いわゆるサマータイム中のビクトル・コンドリア大学は通常よりも1時間ずれていて午前7時30分である。ヒヤジョーさん大丈夫？この時間だし寝起きっしょ。でも唇赤いぞ。化粧してんのか。アイシャドウも塗ってるようじゃ。マホはひどい姿だった。髪の毛がぐしゃぐしゃなのはいつものことだ。真っ赤に充血している目の焦点は合っておらず、視線はあらぬ方向をさまよっている。目の下のクマはちょっと化粧をしたくらいではごまかせないほどに濃くなってしまっていた。小さな心なしか頬もこけ、ただでさえ痩せて小さかった体がもう一回り小さくなってしまったように感じられる。その上肌の色がひどく青白く、まるでゾンビか何かのように正気がまるでなかった。低血圧魔法炭も燃えるよ。おい、冗談言ってる場合じゃねえぞイタルくん。以前ならイタルのそんなふざけた呼び方に対して真帆は不愉快さを隠そうと
しなかったのだが、最近は慣れてしまったのか諦めたのか、特に何の反応も示さなくなった。そっちの進展はどう？なんとかオカリンが分解しちゃう前の状態に組み立て直したお。機能はほぼ再現できてると思われ。イタルはラボの奥にある通称開発室のカーテンの奥へと視線を向けた。現在真帆にも協力してもらって、岡部がタイムリープマシンと呼んでいたマシンを再度製作中なのだ。うまくいかないの？なんか安定しないっつうか、普通の電子レンジになっちゃうんだよね。そう、何がいけないのかしらね。オカリンにそこんところの話を聞ければ違ってくるんだけどな。無理だよ。私たちがこんなことしているって知っただけで怒鳴り込んでくるよ。おじさんは恐れているんだ、世界線の収束する力というものを。あの人を説得するのは容易じゃない。事実、鈴葉は岡部を説得できないまま、あと少しで1年が経とうとしている。しばらく沈黙が続いた。で、マホタン、もしかして寝てんじゃね？だいぶ疲れているようじゃ、よだれが。はい、それじゃあ今回はここまでにしときます。ではまた次回お会いしましょう。またね。